はい。いざろです。えー、っと、今日はですね、エブリーちゃんの見積もり出たんで、えー、まあそれを報告です。で、以前これはですね、長野で野菜のカット工場か、ベトナムの人たちと一緒にやってて、そこの鈴木アリーナ行ったんだけど、まあその時に出してもらった、えー、見積もり、これですね。 まあ、ベアリングだったり、スペースアドライブ。まあ、オーバーホールですね。あの、デフギアボックスのオーバーホールこれ必要だよって言われてたんで。で、だいたい、計62,319円。これは部品代で42,400円が、あ高賃で、トータルでね、11万5,000円出るっていう、 見積もりでしたでも、えー、とこの間この間っていうか、えー、とこの動画を撮ってるのは12日だから昨日か昨日は、まあ、地元の秋田の、まあ、またアリーナ行ってもらってさ外産ちゃんとばらっあのバラしてもらって、えー、見てもらったんだけど <coughs>、まあ、走行時イオンディアデフイオンプロペラジョイント要確認まあ一応あのー。 点検手数料みたいなの払って、あと燃料系も結構ガタきてたんで、そう、満タンで走行しても半分まで下がったりするんですよ。まあだいたい50、まあ50キロ走るとね、もう半分まで下がっちゃうよね。で、フュエルゲージの、まあ、交換になり、で、一番ね、不安だったリアデフのイオンとかっていうのは、あの、ちょっとあの、 プロペラシャフトとジョイント、あとユニバーサルシャフトだったっけあれのね、デフギアボックスとの繋がってるところがちょっとあのー、渋いんだって。あの、まあ、古いからちょっと多分サビとかが入ってて、あのー、まあ、それでなんか音がするんじゃないギーギーっていう話なんで全然、でもまあまだ使える部品だからいらない、交換はいらないっていうふうになりました。なんで、 えー、燃料系ですね。燃料系だけの交換になったので、トータル11万5千円から1万4800円になりました。いやー、でもね、これでかいね。超でかい。でかいね。でも助かってる。正直な話。うん。 すごい助かりました。多分ね、40万くらいなくなるんじゃんっていう俺思ってました。5月までに。まあ大体、5月か6月万か。で、たいもう今、リフォームの道具買って、18万だったかな。クレカ見たら。18万出ちゃって、えー、まあ、ちょくちょくガス代とかは出ると思うし、ジモティの資材運搬費で。で、あとは、えー、 国民健康保険かの請求も来るから、まあ多分そこら辺で、うん、40万ぐらいいっちゃうのかな、なんていう感じです。はい。まあで、これを今日この動画撮ってて、今道の駅だけど、まあ時間ちょっと潰して、えコ、ー、メリの DIY 工具の貸し出しでチェーンソーもらってきて、今日は、 枝切りです。はい。じゃあ行ってきます。